元 NHK で現在はフリーのアナウンサーとして活躍している武田真一さん。嫁は高校の同級生だったそうですよ。息子が2人おり、長男は東大で次男は筑波大のサッカー部に所属しているのではないかと言われています。武田アナの家族について詳しく見ていきましょう。この番組では芸能人の気になるニュースを紹介しています。動画内では著作権の都合上、本人の画像を掲載しておりません。実際の画像が気になる方は、概要欄のアスネタ元記事をぜひご覧ください。第1章、武田真一と嫁は高校の同級生。武田真一アナは、嫁と出会ったのは熊本高校時代だそうです。熊本県でトップの偏差値75を誇る、熊本県立熊本高等学校。2023年の合格実績では、地方の公立高校ながら東京大学に25人も合格者を出しています。夫婦揃って、とても勉強ができたのですね。仲良くなったきっかけは、同じクラスになって座席が前後になったこと。物理のテストで、武田アナは2点というひどい点数を取ってしまったそうです。あまりの悪い点数に、ああ2点だったとぽつり。すると、妻も似たような悪い点数で話が盛り上がったそうです。進学校の理数系のテストは、なかなか難しいもの。特に物理はわからない人にとってはさっぱりで、平均点が10点台ということもあります。大半の人が悪い点を取っている可能性がありますね。それから、二人は話をするようになりました。好きな歌手が、同じ佐野元春さんだったこともあり意気投合。交際に発展するのに、時間はかからなかったのかもしれません。結婚してからも、夫婦の関係は良好のようですね。ただ、妻側から武田アナに直してほしいと思っていることがあると言います。それは、糖質制限をやめてほしいということ。妻は炭水化物が大好きで、パスタやパンも食べたいそうです。しかし、夫はタンパク質を中心の食事を希望。食事の好みが合わずに、不満があるようです。実は武田アナは革ジャンをかっこよく着たいので、体を引き締めるために行っているのが炭水化物制限。確かに、糖質制限ダイエットは効果があるので多くの人が取り入れていますよね。夫婦別のものを食べれば良いのではないかという声も上がってきそうですが、それは効率が悪いでしょう。毎日別々の料理を作るとなると、なかなか大変ですよね。それにしても、武田アナが革ジャンを着るというイメージはありませんでした。職業柄、真面目で落ち着いた色のスーツを着ている印象が強いですよね。実はワイルド好みで、カラオケでは洋楽ロックのガンズ&ローゼズを歌うそうですよ。第2章、武田真一の長男は東大出身。武田真一アナには息子が2人おり、それぞれ別の分野で活躍しているようです。長男は東京大学文学部の出身で、2023年現在は出版社に勤務しているエリート。クイズ番組東大王に出演していた、武田真さんという説が濃厚です。武田アナは優秀な息子を持っているため、子育てについて質問されることが多いようですよ。どうやったら東大に入れるのかと聞かれるそうで、こっちが聞きたいくらいだと返しているのだとか。
長男は幼少期から聡明だったようで、幼稚園児の時にハリーポッターを読んでいたそうです。なかなか分厚い本で、小学校高学年以上が対象となっているのではないでしょうか。ハリーポッターを読むようになったきっかけは、武田アナが読み聞かせをしてあげたこと。読んでもらうのではなく、自分で先を読みたくなったのでしょう。自力で読了してしまったそうですよ。ハリーポッターがきっかけで、本が好きになった長男。東大文学部を卒業して出版社に就職が決まった時は、とても嬉しかったのではないでしょうか。武田アナは、自分は子育てを理想的にはできなかった旨の発言をしています。しかし、それは望みが高かっただけ。実際には、かなり子供の世話をしていたようです。息子に弁当を作ってあげたり、手作りのネクタイをあげたりと主婦顔負けなことをしていました。きっと、アナウンサーの仕事で世話しかったはずです。しかし隙間時間を子供との時間に使っており、まさにイクメンと呼べるでしょう。第3章、武田真一の次男は筑波大でサッカーをしているらしい。武田真一アナの長男は東大卒のエリートですが、次男はサッカーで強豪大学に進学しているようです。難関国立大でサッカーの強豪校に進学したということで、浮上する大学名は筑波大学。体育専門学群があり、スポーツで優秀な成績を収めた学生が多数在籍。そこで筑波大学サッカー部のサイトを見ると、3年生に武田道南さんという選手がいることがわかりました。武田アナの次男の可能性が高いのでは、と噂されているようです。出身中高も渋谷教育学園渋谷という、難関私立。頭も良くてスポーツもできる人のようです。武田アナは次男のサッカーもよく見に行っていたと言います。とても熱心で、テーピングの講習会にまで参加するほど。その講習会に親が参加するのは、レアなケースのようです。他の受講生は、スポーツクラブのインストラクターや部活のマネージャー等。サッカーをしていると、よく怪我をするのでテーピングが欠かせないそうです。日常的にケアが必要になるので、それならば自分が講習を受けていつでもテーピングしてあげるようにしたいと考えたのでしょう。武田アナは、子育てを一生懸命していたことがわかりますね。